チャオ、あっちゃんです。今日は10月の22日日曜日。よく寝ました。はい。朝からね、起きられへんかって、一回ね、テレビがついて起きてんけど、また二度寝して、今10時ぐらいまで寝てました。で、子供ちゃんはね、なんかね、勝手になんかパン食べたみたいで、うん。で今、亮は自分の部屋戻って、光はね、なんか、寝転びながらなんかしてます。はい。ということで、なんか、横寝てたから、お子さんとこっちでお子さんがったらしいね。やっぱりまだ、ちょっとまだ微熱が残ってんねんけどもね、朝から体温測ったら、な状態でした。ということで、まあね、お腹も減ったんで、なんか食べます。はい。はい、今ね、パン焼いてるんで、先にコーヒーを入れときましょう。いつもの焦がしラテね。焼けました。パン取ってくる。よいしょ。完了。パンにね。はい、もう想像つくでしょう。昨日の晩ご飯で。はい。ポーチにしてあのね焼きそば。を入れます。焼きそばを入れたら焼きそばパンの完成です。で、過ぎたかな。まあいいや。はい、焼きそばパンです。じゃあ食べましょう。はい、できました。焼きそばパン、食べましょう。では、いただきます。ね、だね。いただきます。あ。うん。焼きそばパン美味しいね。台風がすごい近づいててるのかな。すごいってことだけど、普通はすごいね。朝起きられへんから、風もあったんかわからへんけどね。まあこうやってね、休みの日は眠れる時にはゆっくり寝て体をね戻して、平日やっぱりね子供ちゃんに元気でね送り出せたら、休みの日はねこうやってスイッチオフにできたら、主婦の人はねどうしても休みの日はね家族をケアしないといけんから休みないとは思うんですけどね、これメリハリつける意味でね家族の人と協力しながら週に1回でも休み取ってくださいね。主婦って大変やもんね。休みないからね、なかなか。でもね、みきちゃんと週に1回は休みの時にね、ちゃんと主婦業をオフにしてもらうためにね、みきちゃん何もしなくていいよっていう日作ってたね。でもみきちゃんもしてくれたけどね、もうあちゃん運転して、もう停電で食べようかとか、そんなことしたりね。みきちゃんがね、どうじゃん。これで、休みの日に、代わってもらったら、あっちゃんが、月から土曜日までお仕事してて、日曜日主婦やってたらお休みないやんって。だから、みきちゃんも休んでって。優しかった。お互いにその、猫を尊重し合える夫婦ってすごいし、いいなと思って。みきちゃんの優しさにね、今になって気づかされる。まあ、その頃もね感謝してたけども、やっぱり毎日あと今一人やからお休みない状態の時にやっぱり風邪ひいたりとか辛い日もあったり頭痛する日がある。そんな中でもねみきちゃん嫌な顔もせずね、まあ、嫌な顔とか家族とか子供のケアしてくれたみきちゃんやっぱ素晴らしい、すごいなって。でも主婦の人ってそうやもんね。ドライブ出て外食、あれだけでもなんていうの、ご飯作るっていう手間一つでもね省いてあげられたら主婦さんってとっても休めるんちゃうかなって思うけどね。あっちゃんはね適度に抜いて適度にこうするようにしてるけどね。で辛い時ね。そんな中先週日曜日松井さんのブログを見てみると。松井劇場 YouTube で使わせていただいた音楽を作られたお二人の方が私の家にお越しくださったらしいじゃないですか。そう、松井劇場で使用された BGM の制作者ディスクリートドラゴンの佐々木&岩崎が松井さんのおかげで職場やご近所の人気者になるかまでお礼にしたいと、2度にわたり松井さんたちを訪問したことが本人の耳に届いたのだ。もし3回目があるならサンデージャックインさん必ずや事前に事務所にご連絡くださいね。そこで松井さんに連絡するべきか連絡せずにそっとしておくべきか、サンジャポは緊急会議を行った。というわけで佐々木&岩崎の意見を尊重し松井さんの事務所にアポを取り、おととい金曜日彼女の好物だというイチゴを手に入れ会いに行った。果たして松井さんは本当に現れるのだろうか。こんだけ食べたらお昼食べられへんかな。まあいいけどね。ごめん、あんまり喋られへんだけど、頭が回ってない。ごめんね。今日はねゆっくりします、もうちょっとゆっくりして、ね、今日無理するってねまたぶり返さあかんから、明日台風やからねまた来そうやから、もしかしたら、予想進路上ではちょうど今このね動画が上がる月曜日23日の朝奈良から東海あたりに、台風が行ってそうで、ね、雨で洪水警報が出てそうな感じで、ね、だいたい子供って休みになるから、明日はね早起きして学校がね普段通りの流れで行けるようにたっちゃん頑張って起きないといけないしね。コーヒーが美味しい。はい、ということでちょっと今日はね頭が回ってなくてあんまりお話できへんかったけどもね、主婦さんもお休みね取れるようにで旦那さんね主婦さんにね旦那さんもねずっとウィークデーはお仕事してるけどもこういうねホリデーお休みの日はね、ちょっと半分でも、ね、奥さんね手助けしてあげてください。で、ね、シングルまあ、あっちゃんもやけどもねシングルの人はねやっぱりその子供と協力のもとにでもねお休みの日を作ってください。で一日丸々休まなくてもね半日朝今日は、寝坊するから、ね、朝ごはん自分で食べてねとか晩ごはんは子供に作ってねとかそんなんでもいいなんか外食しようねでもいいと思う。でね、外食もだからね豪勢なとこ食べんくてもさほんまにもうラムーのお弁当1キュッパかけ34、ね、家族の分で1キュッパまあね200円としたら4人家族で800円ちょっと贅沢って感じでね、でいいと思う。そんなんでねもう言ったら作る洗う作る食べる洗うのねそこの作る洗うだけ省けるだけで十分やと思うしねお洗濯もね言ったらもう乾燥機あったらね乾燥機もったいなくて使ってない人がいたらもう乾燥機にお任せするとかで言ってみたらもう土曜日に洗ってもで日曜日は洗濯をしないとかそんな感じでねなんかこう一日休める日を作ったらリフレッシュできるんちゃうかなってあっちゃん思います。ということで今日はあっちゃんね、お昼ご飯はねまあ、あっちゃん作りますってなんかリフレッシュするようにね頑張ります。まあ、朝ごはんだけでもね自分たちの分自分たちでしてくれたことで、それでもよかった、それでね子供ちゃんがねやってくれたこともすごい嬉しいし、だから今日は幸せをかみしめてねゆっくり一日休みたいと思う。休むでも、ねまあ、完全に休まれへんけど、何かしら休んでなんかしたいと、いつも休んでるけどもねいつも手抜いたような生活してるけどもそれ以上に今日は手抜いて休みたいと思います。はい、ではまたねバイバイ。あ今日も一緒に食べてくれてありがとうね。今日あっちゃんは10月22日日曜日この動画が上がるのは10月の23日月曜日です。台風ね日本列島直撃してそうな感じやねんけどももし台風ね今直撃中の人もう過ぎちゃって。でね、荒れちゃった人、何がね二次災害がないように気をつけてください。でこれから台風が行く、東北北海道の方の人ねテレビとかラジオ見たり聞きながら、安全に備えてください。はい、やっぱり災害はね怖いんで気をつけてください。ではまたねバイバイ次の動画でお会いしましょう。